皆さんこんにちは。今日はですね、夏休み特別企画高額コミックを当てろということで、こちらのコミック10冊並んでいます。このうちの5冊は100円以下のもので、もう5冊は高めのコミックとなっております。で、私はどれがかはまだ全然ね、値段は知らされてないですよ、もちろん。なんでこの中から私が5冊当てていくということですね。で、私が分かりにくいようにほぼ全部少年コミックなんで、まあ当てていきたいと思います。パパがね、独断と偏見でコミックを買ってきました。パーフェクト賞、はい、賞金7000円相当のポイント券いらんわ。これパーフェクト全部当てたら夏休みのお小遣い2倍。おー、OK。パーフェクト難しいんで、うん、じゃあね、5倍5倍でもいいよ。15,000円。15,000円無理じゃん、どっからそんなん出てくる。外れるのは2回までな。分かった。だけどパーフェクトは5倍。それで1回失敗して正解したら、まあ、2倍。少な前は動画全部流すんだけど、これ、うん、生放送されたんだけど。嘘つけ。私パッと見た感じで人気本が一つだけ分かりました。これ約束のネバーランドは絶対高いと思うんですよ。まあ、結構最近本屋とかでもね、大きく売り出されている本なんで、まあ、話題作ということで、これは絶対合ってると思うんですね。で、あと本の古さ的にこれはないかなと思ったんです。それも一巻なんで結構昔だと思うんで。でも本が古くても人気なコミックもあるけな。まあそうだな、うん、じゃけどこれ結構だいぶ前の作品だと思う。うんうんうん。はい、皆さんも一緒に考えてみてください。はい、それではまず私1個目決まりました。じゃあ約束ネバーランドですね。はい、じゃん、350円。はい、1個目正解ですね。じゃあ次は、で、これが12巻でて、まあ、これもそれ高いと思う。じゃあ開けます。じゃん、あー安い。もうこれで終わったじゃん。ちょっともうやる気なくしちゃう。もうやる気なくしちゃうもん。はい、パーフェクトはなくなりました。じゃあ次めくっていきたいと思います。これそれで OK？ うん、はい、350円。はい、正解です。あ、450円だって、合っとった。はい、正解。はい、じゃあね、次あと残り2冊。うん、いや、だけさ、なんか大体最新新刊が人気だけさ、髪の痛み具合見てもさ、これ大体新しかったじゃん。え、これもなさそうね。どれないやつは跳ねていき。これはないだろう。それ言ったらこれも綺麗な状態ね。これ。はい、こちらはぐります。はい、350円。はい、あともう一冊。じゃあこれっぽいけど。はい、じゃあ私最後これにします。いいじゃん。おお、300円ということで、私はパーフェクト、イエーイイエーイ、パーフェクト。おー、これで5倍ですよ。はい、皆さんは分かりましたかね。私も噛んでいったんですけどね、結構やっぱり売れるやつっていうのが高いのなんで、売れるのって言ったら結構、まあ、入荷してから売って、入荷してから売ってなんで、結構新しい状態のものが多いと思うんですよ、本でも。なんでこれダメって言おうたのにこれにした。なんか結構本の状態が良かったけ、もしかしたらそうなんかなと思った。ジャンプじゃし。
鋭いな、うん、最初もう絶対パーフェクトないわって思えたよ。これ絶対ないだろうって。ジャンプじゃなかったら違うかなって思ったけど、あ、ジャンプじゃけ人気なんじゃろうなって思ったよ。それも一巻じゃけ結構話題じゃん、一巻、うん、でも最初もう一巻とかは古いけ値段が高くないって言ったのな。うん、あと年代によってロゴとかも違ったりするしな。はい、今回私ね結構な、確率で当てました。最初でこれを言っとかなくて普通に分かってるとこ言ってたらよかったのかなって思ったんですけど、まあ楽しかったです。はい、お小遣いが入るんでねよかったです。今回お小遣い2倍で6000円かな。いらんけ、それが2倍なら1万2000円、4000円ポイント券いらんの。いらんし。ということで、結構な面白かったです。これを小説とかでやっても面白いかもしれませんね。逆に小説の方が難しいんじゃないかな。こんなん簡単に分かったぞっていう人は、コメント欄に書いてください。それでは、また見てね。バイバーイ。チャンネル登録はこちらからしてね。バイバーイ。